あの戦略できる。頑張ってやってね。じゃあ連戦かな、愛松田と超小江戸でやった方がいいですね、決まっちゃうんで。じゃあ超小江戸チームと松田チームでじゃんけんを、伊佐さんここで。こいつビデオ先方はもうキャミーで固定なんで何でもいいっす。さあ、ボードチームはここ勝っておけば、まだ望みはありますね。さあ、ジャックボールサンゼルで勝ってるんで、といったところが。さあ、松チームはもうあの箸のボールにつかまない2連覇ということで。さあ、出てくるのはリエ、大パンで勝って。グッチさんですね、グッチユーザー通り下地キャミー。さあ、うちのチームなんと今まで勝利してるのは若松さんがいる、頑張ろうっていう感じなんですけど、はい、ね、さあ、キャミーがいい感じ、最初頑張ってるんですよね。いやはりキャミーがちょっといいのかね。さあ、飛びは大番が1位反応してて落とせればいい。さあ、カワークエーゼとしてはここは3点でカットしたい。あと、スタゴマ削らないか、ちょっと削らないかもしれないね。さあ、壊しも投げて、さあ、フリガン飛びから投げは出たぞ、2段。さあ、これは、はい、さあ一気に銃の流れに戻るのか。さあ歯止めをしてもこれ打っちゃダメ、あれ打っちゃダメ。はい、スタジキャミーがなんとか勝利です。さあチームの中で勝利してないのはどれだけ。さあバイソンでしょうね、当然バイソン。今日バイソン欲しいです。 DJ は残すという感じでしょうか。はいね。さあ、あろうね、飛びから投げる一番は。さあ、これはフリが決まってあと連携できない。さあ、待って待ってみたら、格ゲーの原理原則二択、ザ二択とのコツ意外とね、大事なんですよね。ふざけ直ったら勝つ。さあ、これで一気にバイソン7になった。さあ、ではしっかりとペットで返す、落ち着いたか。これはね、悲しい。おっと、またもオフに行くね。さあ、これ削れない。さあ、出してよ、立たせて立たせて、削りがバーチャーハンド。マッシュアップちょっと遅かったか、遅かったか、手前に止まったのか、珍しいですね。さあ、ブラシックだ。さあ、バイソンゲーム、やはりバイソン有利ですが、おっと、今のいいペットで消えた。意外と不利な返しくださる。なんかこれは受けてない。恥、さあ、できる決まったのか、今の惜しい、決まってるのはピヨッと終わりだったんですが、さあ、勝ったのは新進バイソンですね。さあ、ワノマンズバイソンでかぶせっぽくなってますよ、これ。一応チームエースです。バイソンのモニさん、さあ、おわおわと、これになんとか
がコンパで止めたいところを止めて止めたいところが転ぶか一回スパロンはまずスキルかっちゃいますね。この目線いいですよ。バイソンさあ残機もなんとかしたいがちょっと苦しいか残りでよとフォアの入りも終わりという状況。さあここは反応できなかった中心バイソンが1本さあここまでマルキチンが下の段差を取りました。なぜか段差は地味な感じの削りになってますが、さあこうなると段差は地味になんとか前に歩いて数を増やせまだ。さあ飛びから入る、あ遅い、今のは痛い。ループス登録の座こうなるとおっと大足大きい大足遅い、お前ミスった。最後はグランド。さあそしてジャリさんがなんと最後の相手はバイソンという、これ明らかにバイソン有利なカーブ。最後じゃねえかもしれないんだよ。最後だどう考えても勝ったのか。さあどんな最後を見せてくれるのか。さあ起きた、おっと下に安いアッパーカット当てて当てるかな。さあ中に素直にクレイジーを出してたんだ、まあ、しょうがないですよね、痛くながらね。クラウドインもあるよ、悪くない悪くない、じゃあ悪くないよ。アッパーカット使ってアッパーカット当ててどうかな。しかし下がアガンしている。そしてさあきついアッパー上がったよ使っている。あれは超ゴエロフィー。笑いを提供するジャイカマでした、では、決定戦ですね。白虎隊対超餃子でこれは 6-0 で勝ってるんで3ですると、3-0 で並ぶのかな。それでも並ぶ感じか。小江戸はもうすでに、落ちてますね。 2-4 あ、ま、えこれ超餃子が、3-0 で勝つと小江戸が上がるという、あ、プラス1か、3-0だから、そうかですね。超餃子が 3-0 で勝てば、決定戦という素晴らしいきついところ。さあ、白虎隊と超餃子ですね。どうせ先方は龍だろう、今一緒だ。あ、いたいたいた、こっちは一回勝てばいいんだけど龍でしょ、相手龍拳チュリーだし龍でしょ。はい、じゃんけんしましょう。じゃんけんしました。じゃんけんして、はい、そうそう大丈夫です。今宇都宮は先方が3度でしないといけないんで、先方は、まあ、ポイントゲッターで3人抜きできるような人がないとダメですね。なんで誰が出てくるか、一番強いやつが出てくると思うんですけど、まあ、川崎玉隊はまあもうあの龍でしょ、どう考えて差し敷くんでしょ。相手龍拳チュンリー1回勝ったわけ、決勝1回勝ってもいいんだよ、1人勝ってもいいんだよ、うん、龍でいいっしょ、うん、ね、はい、差し敷くんの先方です。さあ、差し敷き竜は、ここで勝たないと。さあ、宇都宮は超人繰り出したこれジャンケンで決めたのか。さあ、勝利権出ない。さあ、差し敷き竜はちょっとこれ緊張、プレッシャーできるぞ。これ勝たないと
自分だけが浅めでしない。チームメイト2人よ。3人で3人で行ってたので。さあ、でも勢いがある。お尻は、見た目の裏側に、手はどう動きがうるさいですね。結構、前の時にはどっしりしたスタイルっぽく見えるんですが、手の動きはめちゃくちゃ激しいです。さあ、シャフル受け。さあ、あれあっちはシャフル受けている。正面受けてね、取ってきた。さあ、シュッケ、おいと言われた。さあ、出ないか。あと、あ、そうじゃない。サクッと決勝進出ですね。さあ、これ3人ともは、獲得して決勝まで残りましたが、あとは3人抜けるけれど2枚で行きたいですね。ナイスだ、ロンリュー。さあ、ドルキャラを相当やってるはず。あと1枚で、さあ、扉入って、さあ、バン、おとぎ、手をかわして前で、前足、神経で、アミニクさあ、アミニクスというのも、まあ、あるよ、あるかな、いつ打ってくるか分かんないという怖さがある。対する、サッシーリュウは、神経は持つタイプですね。発表のところじゃないと打たないイメージになります。ぶっちゃけて、さあ、頼む、頼む。さあ、3人で自分が達成できるかどうか。まあ、学校隊のイメージとしては強いときはめちゃくちゃ強いんだなという。さあ、よし、勝つわけを両方対応できる。これはシンプルだろ、シンプルだろ、プロだろ、しよし、よし。さあ、中足でちょっと突き抜けて遊び込むと、まあ、あれに対してはちょっと対象がないかな、環境的には。この意味で、さあ、ロビンは次側に回った。はい、で、あら、今の耐久はミスった。さあ、中盤で強チューブ、信号溜まってる、強気の花を打つ。さあ、これはうまく見えた。さあ、波動を音量打ち抜き、出して、さあ、投げて、投げて、さあ、飛びは取る。さあ、真空、これはさすがに出さない。2人抜き、3人抜きにリーチ。本命らしく、盤石の体勢ですね。さあ、下準備。なんとか王者に土をつけたい。さあ、正直は回ってない。さあ、画面始まりつけたよ。どこにあるの、トップスキー、あとで何だ、飛んだ、入る、正直しっかり出して、これは大ちゃん、おしゃれ。やっぱ勝てるね、大事だと思われる。ちょっと今のは、今のは回ったかと思ったらしてるから、ちょっと今は体調難しいですね。落ち着いたことないな。勝利権、差し込みました。差して、さあ、大盤で落として、いい攻め。さあ、またも止まった。ダウンして投げる、投げる。ちょっと波動対処の余裕が甘いか。あとは決まりに引き継いで中央する。あった、さあ、溜まった。
ストは怖っ、どうしたか。最後はチャマチンパッドを元気ってもあいうちで、三人的学校隊が文句なしの決勝進出と、おめでとうございます。では、B ブロックに移って、スーパーボーカレー通訳スタージャスター代表の方、じゃんけんをお願いします。先方決まったんで、ゴーカレ 2X は、対抗馬といったところですかね。ここは長州決済、ジャスパーはリュウさんのペアですね。ベラガルシム、リュウですか。さあこの組み合わせもいい組み合わせ。さあ勝利点で結果一気に、ハイドルしたところ対して、ベガ側は、なんと対応で、殺したところですが、殺したところですが、さあ、掴んで、まだ投げる、最後はやっぱり投げてなかったですね。さあ、勢い取った感じ、さあ、ケインはやっぱり勢いが大事にしたが、さあ、あでも、さあ、投げて、掴んで、アンテムから、これは大事、さあ、ダブル2で、返す。あ、めちゃくちゃ取れてる時言って、おっと、これは全然技が決まらなかった。どういうか、さあ、スパコンは溜まってるので波動拳がちょっと打ちづらいか。膠着状態しかし、まずリードしてるだけだから、ヘッドプレスを打った、おっと、お互い打った、投げる、さあ、強気、さあ、これは強気で長州拳が一人抜き、これは結構美味しいか。残ってるのは、リュウとダルシム、ダルシムですかね。長手にはやっぱりダルシムなんか、大きな大将っていうのはちょっと不安要素もあるのか。さあ、ダルシムとはいえ、一発勝利はダルシムがもうプレッシャーがある場面ではあります。さあ、トップ打っちゃったか、投げて、ピュッて、バン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 と、えぐすぎだろ。さあ、対空1回ミスが死んでしまう。これが楽しむ、楽しむなの気を取り直して、あれだよ、おっと、繋がってないわ。さあ、戦ってしかし、さあ、こうなって2本目はダルシムは完璧に対応して、パンク勝利1時。さあ、中間距離に1人はダルシムのレンジ、ケインはなんとか近づきたいところ、最後に対する対象箇所のケイン側のスキルを取ります。さあ、前に飛びたいところが上げる。さあ、
体育が今見てる。さあこれはしっかりと竜巻の着地の隙を投げる。チンリンがあったりするんだね。さあ北チンリン、ダルチンはまあちょい嫌やチンリンでしょうか。まあ、これはダルチンはスキルが結構止まれる気になりますね。さあ飛び出しが入って、いいな。おっ、ここでいい反応。さあこれスキルだろう。飛びにバックシャットパンチ、ダルチンはいい感じでスペースを掴む。さあこれはスキルは問題なし。おっと投げるに対してスキル取ってなかったんで、最後はロボティンがいるから、あそこは減ってしまうのがチンリン。これはサンダミスか。さあちょっと嫌いな言われる。さあガラガラ投げて、おっと負けるしようか。組み立てたな。さあ溜まったぞ。投げる、これが減ってしまうのはチンリン。やっぱり今のはスタバも警戒しちゃいますよね。アルシルとしても、多分スラストでも引っ張らないような感じだったので、警戒しか歩いるからしかないな。さあ大将のおじいりえ、さあこっからミラクル起こせるか。入る。さあ北チンリンが戻り、さあ三段が入ってピヨって、さあ押されコンボ、大体攻めとしっかり決めた。さあこのまま北チンリンが勝つのか。さあ自分はガード端、さあ取り返す。こっからはリュウの新団長、またもこれ山本中央です。さあ30と遅い、何がいけない。おっとちょっと話、おっと引きつけるが決まったんですが、しかしこれはきつい。残り1個とミスター中段ミス、あかそれは食らっちゃやばい。さあ今2回ミスした飛び込みに対しての昇竜拳と中足飛行機で打っちゃった芸人シンクが外れなかったという。まあまあまあ、さあ次沼工学対ハルキン講演会。なんかムンクの叫びになってますね。沼工学とハルキン講演会です。さあ沼攻略はちょっとなんか分かりにくい名前ですが、リングネームを笹崎遠藤伊藤にしてますが、まあもうあれですね、セロテープミニア TW ですね。多分このリングネームを呼ぶことはないと思います。そんな分かってるよ、面倒くせんだよ。誰が伊藤で誰が坂崎かとか分かんないの。遠藤じゃねえの。